ジャン君、おはようございます。日に当たって気持ちが良さそうです。ちゃんどこ行っちゃったかな。ちょっと朝泣いてて、あったかくなるとね、特に窓際じゃなくても良くなっちゃうからね。ひょっとするとキャリーの中とかに入ってるかな。昨日一昨日ぐらいからだいぶあったかいので、これからガンガン春になってあったかくなって、桜ももうそろそろ満開とかになるのかな、まだかな、来週末ぐらいかな。そしてウイルスがだんだん減ってくるといいね。いろいろ自粛まだ少ししなきゃいけないみたいだけど、はい、みちゃんくん、ジャン君、カメラが回るといなくなるね。今日のお話のポイントはこれです。この、目玉焼きのクッションですね。これ、中身はなかったんですが、うちにあった、布団用の綿ですかね、を入れてみたところ、ポンちゃんがとても気に入っています。ジャン君は、この、安価ですね。これ今今日は暖かいので電気は入れていませんが、ここをポジションにしていて、ポンちゃんがだいたい半分ちょうだいって言ってここに2人で並んでいたんですけれども、ここに目玉焼きのクッションを置いてみたところ、このプラスチックの椅子があるんですけどね、この上に置いてみたところ、ジャン君の横に寄り添うのにちょうどいいという形でここに来るようになりました、という話をしようとしたところですね、ジャン君はここへ来てしまいます。撫でてというなでなでポイントですね。なかなか思うようにはいきませんが、可愛いので許されます。はい、はい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 、はい、ジャン君、お腹を触ってみようか。はい。ポンポンちゃん。ジャン君からの引きで。はい。いただき物届きました。またありがとうございます。ありがとうございます。コロナウイルスでほぼ3週間丸々、家にこもっていました。引きこもりをしていました。つい先週の金曜日に、今日曜ですが、オープンマイクで歌いました。そしてまた戻ってきて、これから引きこもり生活にちょうどいいちょうどいいなということですね。はい、なんかすごいちゃんとしてるよね。はい、どんどんいっちゃうかな。おいしそう、みかん。みかんミルク、キャンディーですね、これね。うん、いちごミルクのみかんバージョン、ね。サクマだ。そうだよ。サクマのドロップのサクマ、ね。最近さ、いちごミルク、はい、のいろんなのが出てるんだよ。メロンとか、いろいろね。みかん。そう、みかんバージョン。美味しいよね。はい。もう目についたところ、どんどんいきますよ。うすしお味、これは。カルビーって書いてあるよ。
じゃがりこ、じゃがいもスティック、じゃがりこではない、じゃがビーだね、じゃがビー、じゃがビー、うん、だそうです。じゃがビーです。ありがとうございます、はい、きっと黒犬が好きです。はい、あ、こっちこっち、はい、トリプルナッツ、おココナッツサブレ、おいしそう、はい、はい、これも見覚えはあるけど、これさ有名だよね。チャットで言われていたココナッツサブレだよね。ああ、そうか。で、このつぶつぶがお砂糖かどうか、グラニュー糖っていう、そうそうそう、おいしいやつ、はい、そして、はあ、静岡のお茶、え、お茶って書いてあるけどポテトチップスだよ。おお、お茶かと思ったら静岡限定お茶味のポテトチップス、なんでもあるね。お茶とお塩の、おいしそうだよね、うん、さっぱりしてね、はい、そしてこれは、これはこれはナポリタン、あ、丸めいナポリタン、あ、来ちゃった、ソフト麺花粉症デビューいたしました。でもだいぶ前じゃないの今日風強いからね、あと一発来るんだよね、今日風、ソフト麺、学校の頃のね、懐かしいナポリタン、電子レンジでチンできるんだ、あ、ちゃんと3人前入ってる、あ、ありがとうございます、家庭事情ご存知、いつもお母さんの分まで、はい、ありがとうございます。そして、それ何、これは何、ニンニクか、オリーブオイル、カレー味、食べるオリーブオイル、カレー味、このおじさんニンニクの顔か、うん、ニンニクの顔、ニンニクの形だよ、あ、そういうこと、うんうん、やっぱりハマってしまいましたか、カレーに手を出すなんてマハラジャー、お、はい、何にどうするのかは後ほど研究します、うん、でも美味しそう、あ、なんか美味しそう、これは好きだね、きっとね、これなんかさ、ご飯にかけたり、うん、サラダにかけたり、そういうことだね、いろいろできるやつ、はい、はい、ありがとうございます。そして柔らか蜂蜜梅のキャンディーですね、美味しそう、ね、うん、はい、喉に良さそうなもので、いや、キャンディーではありませんね、これが入ってると思います。あ、これキャンディーじゃないの、梅がそのままふっくら梅干しって書いてある、あの蜂蜜によく使っている、うんうん、あまり酸っぱくない、うんうん、梅ね、あれの、うんうん、まあ、お菓子版って言えばいいのかな、なんか一袋ずつ入ってる、うん、ちょっと梅干しではないけどということかな、梅干しだと思います、あれ梅干しなんだよ、うん、それが一袋ずつ入ってるやつなんだそうです、はい、美味しそうです。そしてこれはなんだ、あ、それはビニールから出した方、よし、なんかかわいいうさぎのプリントがしてあるよ、なんだ、はい、ドリックパスクムスト、なんだスウェーディッシュフェスティバルドリンク、スウェーデンのものとか、スウェーディッシュドリンクだから飲み物なんだ ね、 そうだね、なんか外国語が書いてあるよ、珍しい飲み物好きな黒犬としてはチャレンジするよ、栄養成分、タンパク質、炭酸飲料って書いてある、まま、ね、そっか、このまま飲むんだ、うん、なんかすごい、はい、色がすごいよ、あ、イケアだ、いや、やっぱスウェーデンなんだね、そういうことだね、この絵がね北欧っぽいしね、うん、かわいいね、はい、いわゆる見た感じはコーラっぽい感じなので、そうだね、ちょっと癖のある飲み物とか、炭酸飲料だからね、はい、美味しそうな、なんかナッツが、カシューナッツかな、美味しそうですね、はい、どうもありがとうございます、綺麗に横に並べてパッケージにするってこのセンスがいいね、かわいいね、うん、これもなんか外国製、あ、これもイケアだね、かわいい、まあ、あの CCCC でこれであのアルファベットが置けるようにローストカシューナッツって書いてあるよ、はい、続きます、そして、あ、なんか誰か取りますこれはハンカチかな、ね、27センチの、正方形マイクロキッチンクロスになってる、そうなの、キッチンクロスだそうです、お前さん
かわいいのね。にゃんこの柄だね。はい。なんか、イケアにね、行ったんだという。イケアにも行ったし。メモがあるそうです。そうそう、いろいろ行った時に買いましたって。虫よけ。ありがとうございます。これから季節だね。そうそうそう。あ、昨日ちょっとね、あの、窓を開け始めてたら、あ、これ虫の心配そろそろあるなという感じでした。ちょうどタイムリーです。うんうん、そうそう、去年、出したやつがちょうど1年経ったから取り替えなきゃだからちょうどいいです。はい、ありがとうございます。そして開けましょうか。はい、ちゃんとラッピングしてもらって、はい、よいしょよいしょ。お、かわいいにゃんこ、にゃんこシリーズ。お、かわいいやつ。これあれだね、フェリッシモのちょっとうちが私が欲しくて買いそうになったけどぐっと我慢したやつだよ。ああ、かわいい。そして猫にモテたい猫モテ入浴剤。へ、匂いが猫に好かれるってことかな。マタタビとキャットニップとローズマリーの香りって書いてある。かわいい。が体からするっていうことでね、これでね。ほう、そうだね。こっちはカモミール、マタタビとキャットニップとカモミール、うん、かわいい、はい、嬉しい。ヤン君とポンちゃんにモテます。で、これはストロベリー、ワイルドストロベリー育てブルフレーバー。え、育てるの種かな。じゃあ、ほら、あ、うちの母にちょうどいい感じだね。そうだね、いいかもね。キッチンでハーブを育てる栽培セット。あ、へえ、あ、これで育てられるんだ、この入れ物で。あ、いいかも、はい、収穫して一粒ずつぐらいは食べられるかな。うん、かわいいにゃんこだし、ありがとうございます。そしてなんかね、大きなにゃんこが、よいしょ、大きなにゃんこがクッション、枕、おー、枕そうだね。うん、これはポンちゃんが上に乗るかな、もしくは窓辺に置くくらいのサイズかな。うん、結構立派な、大きいかな、うん、もしや人間が使っても良いのでは。そうね、あの黒犬ゴロゴロしてるときはこういうのがちょうどいいんだよね。そうだよね、うん、枕にちょうどいいね。はい、ありがとうございます。次は何でございましょうか。これジップロックかな。写真がジップロックっぽいね。イケアで、うん、イケアのやつだ。なんかね、イケアの絵が描いてあって可愛いんだよね。あ、本当だ。ちょっとプリントがしてある、ね。そうそうそう。あ、こんなのあるんだってずっと思ってたんだけど、それをくれたんだ。いつもこれにね、入れてくれてて。うん、あ、そっか。そうそう。あ、なんかこんな可愛いのがあるんだなって思ってたら、いっぱい。ありがとうございます。それが何種類もサイズ違いだ。こういうプリントだよってことね。そうだね。すごい。ありがたい。主婦にはとってもありがたい。ちょっと嬉しくなるじゃん。かわいいと。はい、そしてこれは何かな？ IKEA のラン、うん？これも IKEA？ あ、本当だ。IKEA。ルリガ。なんだろう。ルリガってなんだ。英語じゃないからわからないね。開けられそう？ちょっと待ってね。うん、ダメだ。テープをこれで切って。よいしょ。よいしょ、よいしょ。お？あ、こうですね。お？ライト？テーブルライトっぽいね。このライトっぽいね。あ、はっはー、ジャン君が机の下に入った時に、うん、いい感じかな。説明書日本語じゃないかな日本語の部分もあるかな。見てみましょうか。よいしょ。あ、まあ、おそらくはライトですね。間接照明系のふわっとした光がある感じかな。そうだね。こういう電源になっててね。そうだね。うん。いくつかの、いわゆる照明になっている、
ものがあります。キノコだったりね、切り株だったりあります。いろんなイベントの時にこれは使わせていただきます。なんかいろんなことがちょっとどうか変わっ、どういうこと、なんか押すと24時間で消えるよかな、なんか触るとなんかとかいろ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 あるみたいなんだけど、タッチするごとになんかスイッチが切り替わるってことだね、色が変わるとかかな。後ほどもし、収録できたらこの光ってるとこもね、やってみます、どうもありがとう、ありがとうございます。たっぷり、あ、IKEA の袋はい、レジャーシートかと思ったら、イケアの袋だよ。店内の袋か。そうそう。これも売ってんだっけ？そうだよ、売ってるの。うん。売ってるやつ、はいはい。これを買って、そうすると、これに入れられるの。うんうん。イケアが遠くなっちゃう。あ、そうでもないのか。川崎にあるんだっけね。そうなの？神奈川県にもあるって話が聞いた。本当？私、全然わかんないよ、イケア。はい、レース、これは何だろうな、クロスかな、クロスか、スカーフか、なんかストールみたいなやつとか、かもしれないね。よいしょ。あ、ストールじゃない、ほら。ああ、両側にレースがついてる。うん、こうやって、春とかに。なるほど。いい感じで。いいじゃない。かわいいやつ。おばあちゃんになっても使える感じだね。よいしょ。よいしょ。2個くらい出しとこうかな。はい、こっち。よいしょ。これ、こちらに。あ、危ない危ない。はい、よいしょ。お？はい。鏡だ。これ手鏡っぽいのが、夢を集めるなんとかみたいな、感じもあります。壁に吊るしておくタイプか。そんな感じだね。でも両面だよ、ほら。うん。あの、鏡は気をつけてね。それで映るからね。カッセルオールミラー。あ、そうだね。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。押しときましょう。うん。よし。よし。よし。細かいものがたくさん入っています。あ、にゃんこちゃんです。はい。また可愛いなぁ。これなんかスマホをふきふきするやつかな。なるほど。はい、これは、恒例になってますね。お正月の富士山から、だんだん招き猫はいつでも季節は問わないかな。そうだよね、ガーランド系で春の、桜のもの。それからこれは虹です。雨と傘と虹。あ、梅雨に使える。そうだね。これは、あ、お誕生、あ、ジャン君のお誕生日だからじゃない？はい。今日が22かな？ 22 日。あと3日で、あれ？動画作ってないでしょ？あれ？てか今日作ろうと思ってます。はい。頑張ってください。はい、頑張ります。よし。よし。せっかくこれをしてもらってるのに、さっさと開けちゃってごめんなさい。よし。お？なんだ？はい。めっちゃ可愛いもの出てきた。なになに？これ喋りそうな感じだね。Talk to me。なんか、あははは、っていうやつだね。炭酸電池も入ってるよ。同じことをさ、反数するタイプのやつだね。はいはい。これも、電池を入れたらまたお見せできると思います。はーい。はい。次々行こうね。ありがとうございました。あ、カサカサや。手がカサカサです。トンちゃんのトイレ盗撮やめて。あ、ちゃんと砂かけてる。えらいね、えらいね、トンちゃん。トンちゃんは砂をかけただけで褒められるこんな子です。トイレして痛いよ、トイレで。はい、という間にですね、こちらの段ボールのこちら開きました。よいしょよいしょ。はい、はい、こちらもまたいただき物ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ段ボールから
旦これをかけて食べた。お、はい、恐竜ママジャン君は子供の頃からね、恐竜には縁があります。お、これはなんかあの置物、ちょっと重みがある重みがあるね。なんかをこう入れる、ね、そしてこれはカード入れっぽい感じ、パスモが入るね。そうだね、パスモとかファブリックパスケーキ、はい、パスケースだ、ケーキじゃない、はい、キノコと2つだ。そっか、黒剣用、やっぱタイプライターは黒剣かなって。違うねでもそうだよね、はい、それは何かな、カエルって書いてあるね。カエルの、やっとカエル、これは紙だね。紙で何か、あ、こういうことか、折って形にするんだね。はい、あ、は、まあ要するに折り紙っぽく作るっていうことだね。よくあのぐるっと巻いてメモ用紙を可愛く机に置いておくやつだ、うん、書いてでくるってやって中が見えないようにしてデスクに置いてあげるやつ。あんまり、思っていない部長とかにこういうので、何々かさんからお電話でしたよみたいなの書いて置いとくと、俺のこと好きなのかなって思われるから気をつけてくださいね。そうなんだ多分 OL さんいるとこなら分かって、お、男性はね、そういうものをね。あ、ウイルスの除去に、あ、これはなんだ、除菌用のスプレーだね。本当？今売ってないよ。対抗薬品見つけたんだね。じゃあすごい、ありがとうございます。ちょっと開けていいですか？すごい、これ全然売ってないよ。その、これマスクにシュシュってやるやつかな。あ、違う、いろんなところにできるやつ。うん、そうだね、本当だ。いわゆる除菌用のスプレーということです。ありがとうございます。薬局は空っぽですよ、棚が。使わせていただきます。そして除菌用のこれは、ふきふきシート、シート、ね、すごいよく見つけたね、うん、すごいね。アルコールタイプなかなか売ってません。手袋ね、はいはい、薄手のやつね。あ、なるほど。これも何かの時にはいいよね。うんうん、すごいいっぱい握手しなきゃいけないですか。ダメか。でも握手したら、した人と、握手 A の人と B の人が感染するかもしれないね。まあ、いろいろ難しいですね。うんうん、はい。で、次々いきます。こっちの。はい。これ、ちょっと避けていいですか？はい。いただき物を避けていきます、はい。すごいね、なんかね。ちゃんと。これ入ってたやつも可愛い、にゃんこの絵がついてる。はい、いつも可愛いのに入れてもらって。さ、これはキッチンで使うやつだ。あれ、あれあれ。はい、キッチン用除菌アルコール除菌ですね。あ、そうですね。これね、はい、うちもね使ってるんだ。スプレーの詰め替え用です。そうそう。なかなかね、ずっとなかったよ。うん、詰め替え用。お、コロナウイルス以降これが貴重品として今取り扱われてるからね、うんうん、そうなんだよね。あ、はい、ジャン君とポンちゃんの美味しいやつ、猫のやつ、はい、ポンちゃんの美味しいやつ、はいはい、これなんだろう、はい、初めて見る、はいはい、ささみだ。へえ、いわゆるビーフジャーキーっぽくなってるね、ささみジャーキーでしょうか、うんうん、七面鳥、ほっほー、ほっほー、お、これ初めて見る、この味、期間限定って書いてある、はい、鰹節パウダー入り、グレーン、枕崎さんフリー、グレーンフリーのね、このさ味は初めて見る。ありがとうございます。そっか、はい、毛玉、これもね、なんか初めて見るおやつ多いです。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日カフェ、これは黒犬用じゃない、うん、マイボトルにお湯を注いで30分、うん、あ、要するに、うん、いわゆるティーバッグみたいにパックになってるんだね、うん、で、ポットで、ポットっていうかこういう、容器で作っとくといいよと、うんうん、なるほど。お出かけに
そうだね。いいとか、あとは、うち2階だからさ、作って上に持ってきておけばいいんだね。かわいい、はい、これは中が、多分これはチョコかな。チョコかな、うん、あの、イースターのやつだね、うさちゃんだからね。そして、ヌスコ、ラスコ。あ、チョコじゃない。ガムだ。あガムボールって書いてあるやつ。あのこういうガムあったよね。うん、あったあった。美味しかった。風船が膨らむやつだよね。なんだかまた不思議なもの見つけたぞ。何、わさびって書いてある。わさびの美味しいお塩。へえー、わさび塩。これさ、テレビでさ、わさび塩ってやってたの。あ、そう、うん、なんか 和風のね、お料理なんかにいいみたいなんだけど、うんうん、美味しそう。三日みかん、キャラメルかな。キャラメルっぽい入れ物だけど、キャラメルって書いてある、ね、みかんのキャラメル、美味しそうだよね、はい、みかんのキャラメル。そしてスープ仕立てのサラダ、これはあのなんかさ、見た感じだと、うん、いわゆる防災用っぽく感じるけど、そういうことではないのかな。うん、キューピーさんから出てるもんね、うん、カット野菜にかけてたっぷりお湯を注ぐだけ。へー、あー、中でもちょっとウェットな感じだから、あれね、お湯を薄める感じなの。いや、なんか濃縮されてんのかもしれない、ね、食べるサラダみたいな、あったかい温サラダみたいな感じ、うん、スープで、きっとそうだよね、スープ仕立てのサラダだから。ありがとうございます。チキン鍋とハトムギ、なんか初めて食べるね。うん、はい。で、そしてそのこの入れ物もいつも可愛いにゃんこちゃん、はい、こんなのも、これも新なんだっけ、パックっぽいやつで、そう、あの、ジップロックみたいになるやつ、可愛いやつです。うん、ありがとうございます。よし、よいしょ、これも買っちゃいたかな。はい、お、全部くちゃがまの中さんよ、はい、抹茶かりんとう、なんか面白い、ね、ある、本当だね、世の中って広いね。ねえ、なんかあのこのこちこちのさ、限定品みたいな、はい、すごい、いっぱいあるのね。そしてうなぎ、芋、せんべい、もうあのいろんなものがごちゃごちゃしてるけど、要するにうなぎの成分を入れた、芋で作ったせんべいね、ということですね、うんうん、これはさつまいものような感じです、うんうん、さつまいもチップスにうなぎの成分が入ってるってこと？そうだね。うなぎパイ。需要競争が、にいいよってことね。そうだね。はい。そして、桜ラテ。あー、これ何？お湯入れるだけでラテができちゃうのかな？そうかも。お茶。桜茶。宇治抹茶って書いてあるよ。うん、はい。へぇ、ありがとうございます。宇治抹茶に桜の、あの、桜茶も入ってるからね。よし。はーい。あ、なんかでっかい、はい、なんかチップス好きが、バレバレの、黒犬ですが、これ多分そういうやつだね、今度。じゃがいもせんべい、やっぱチップスだな、うん、なんか立派、はい、美味しそう。こんな風に、こんな風に、たくさんのものをいただきもの、ありがとうございます。これで多分ね、1ヶ月以上飯食えちゃうんだけどね、すごいね。さあ、その向こうからポンちゃんが、ポンちゃん、いただき物の箱をポンちゃん頑張れ、隙間を通ってこちらに、はい、じゃあ、はい、ポンちゃんおいで、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、はいはい、じゃあおいで、そこで入るかな。あ、ポンちゃん、そこがいいの。はい、はい、チェックでしょ。あれチェックするの、はい、はい、どうぞ。はい、そうなんですよ、ポンちゃん、こういうことになってます。ポンちゃんすごいね、はい、ポンちゃんからもありがとうって、ポンちゃん、ほら、ポンちゃんもらったよ、ポンちゃんのやつ、ほら、ポンちゃんの好きなやつ、このグレインフリーのちっちゃいカリカリ大好きだもんね、ポンちゃんね。猫としてはさ、新しい知らない匂いがするから、やっぱ興味あるんだね。そうだね、はい、ポンちゃん、いいね、ポンちゃん、どうもありがとうございました。ポンちゃん、おー、びっくりー、ぽんちゃん、もともとの声が高い、あ、今の声がちょうどマオイさんになるね。あ、そう、今の声がちょうどマオイさんになる。あのね、
ほら、これがマオイさんだよ。ほら、これがマオイさんだ。こんな声？そうそう。ポンちゃん泣いてごらん。ポン。ポン。ポンポン。ポンポン。うん、逃げちゃうの。ポンポン。にゃーって言ってごらん。にゃー。にゃー。ポンポン。にゃー。あ、泣いた。乗られた。うん、ぽちゃん。ぽちゃん。ぽちゃん、いただき物の上に乗ってましゅ。ぽんちゃん。うん。ぽちゃん。ぽちゃん。寝てごらん。おり。にゅー。結構ポンちゃんには受けています。結構ポンちゃんには受けていますあ、ジャン君、ジャン君、ジャン君どう？ジャン君はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君、クンクン、ジャン君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 はどうですか？もうほとんど人間の声じゃないよ、そのほとんど人間の声じゃないよ。高くなっちゃうんだね。はい。ジャン君。終了。